はい、えー、今回はあの格闘技の YouTube チャンネルブレイキングダウンの関連動画でございます。日券くんというね、そういう選手がいたんですけども、この度敗北を機会に引退することになりました。ブレイキングダウンのね、初期からずっと出ていて、勝ったり負けたりしている、まあ、すごくね、こう、キャラクター性のある格闘家なんですけども、まあ、彼はね、その日券空手で、 まああの優勝したかなんかで結構名を上げたところからのブレイキングダウン参加なんですよね、まあ、どっちかというと、うん、いい人のタイプなんで荒くれ者とかね喧嘩自慢という感じじゃなくてえ本当に格闘技の王道を言っていた方なんだろうなと思いますけどもこの度引退するということでねあちなみに今見えてるのが日くんじゃないですよこれは飯田さんっていう方で日くんをちょっと励ましに行くみたいなタイトルの動画なんですよ で、その日賢くんなんですけども、あの、引退した後何すんのかなと思うんなんか飲食店をやるみたいなんですよね。その飲食店が、これ見てください。ワガンセさんっていうね、名前らしいんですよ。で、最近、ワガンセさんっていうね、ところと、係りを持ってますんで、うん、なんとなく、あの、サジストに上がってきたんだろうなと思います。YouTube のね、えー、関連動画とかで。で、たまたまこれを見ることになったんですけども、ザーっと行くとね、これが日賢くんですね。あの、右側の、この彼です。ジャイアンみたいな。 なんか結構ね、あの、太めなんですけども、愛嬌があるっていうか、こう、かっこいいんですよ、顔が。人懐っこいというかね、接客業に向いてるんじゃないかなという気はしますけども、この人が接客業をやるんだったらいいんですけども、多分オーナーなんでしょうね。動画見てないんで知りませんけども。この人はホールに立ったりとかすると、呼び込みとかすると、多分人気なんでしょうけどもね、オーナーとして、うん、店から離れちゃうと、多分あんまり。 店は流行んないくなっちゃうのかなって気がしないでもないですけどね。食事のメニューはちょっと魅力的ではあります。まあ、詳しくはね、あの食事の方も動画見てないんでわかりませんけども。まあ、ということでね、えー、日賢くんに注目したというよりも、わがんせさんというね、和がんっていうキーワードに引き付けられて、ちょっと今回の動画撮ってしまいました。ということなんで別にチャンネル登録もすいません、しませんけれどもね、えー、わがんというキーワードは 他にもこうやって使われてるんだよっていうことが分かったんで動画にしました。じゃあ。